チャオ、こんにちは、パスタマニアです。今日は海と山の幸のスパゲッティコンソメ仕立て作ってみたいと思います。今日使う材料です。まずコンソメスープを溶かす。結構塩辛いんでね。イタリアンパセリの乾燥です。材料を切っていきます。今日はスナップエンドウも。椎茸は一回オーブンでちょっと天日干しみたいな感じで焼きます。ガーリックオイルを作ります。イタリアンパセリをガーリックオイルで一緒に炒める。唐辛子も忘れずに。パスタは 1.9mm、 茹で時間10分です。しらすがあったのでしらすも加えていきましょう。ここに天日干しチックにした椎茸を混ぜて炒める。乾燥させるとね、椎茸が美味しくなるんですよね。旨味が出てきます。ここにコンソメスープを大さじ3杯ぐらい、まあ、50cc ってとこかな。スナップエンドウをちょっとお湯で茹でます。1分ぐらいかな。パスタが茹で上がったらソースに混ぜ合わせます。結構手順は簡単ですよね。これぐらいで済んじゃう。あとはよく混ぜること。水と油が分離してる状態が一番良くないね。しっかり混ざり合いましたね。少しソースが残るぐらいがちょうどいいですね。あんまり多いとベシャベシャな感じで興ざめ。これなら美味しそうだね。最後にちょっと茹でたスナップエンドウも飾って完成です。さあ召し上がれ。どうぞ。ごちそうさまでした。